クロスガールの渡辺琴音です。そしてミクロスガールの藤沢ゆりです。はい、ですね、本日は、ミクロスワールドチャンピオンシップ2016決勝大会のですね、会場であるこちら、はい、宝富青戸オフィスにお邪魔しております。はい、世界大会予選はですね、福岡、岡山、京都、愛知、青戸、そして東北、北海道、そして海外からは台湾、シンガポール、中国、インドネシアで行われまして、うん、実に2500人のセレクターの方が参加してくださいました。はい、ありがとうございます。そして今日はその中から42名のセレクターの皆さんがここ東京は、青戸の宝富のオフィスに皆さん集結して、うん、世界一のセレクターを決めるバトルをします。はい、どのセレクターがどのルリグが世界一に輝くのか、うん、本当に楽しみです。楽しみですね。はい、はい、それではミクロスワールドチャンピオンシップ2016スタートです。ということでですね、去年4年に一度の大会ありましたが、今年も4年に一度の大会になります。今回ミクロスワールドチャンピオンシップという名前で、もう別のタイトルの名前なんでね、ご了承いただければと思いますが、本日は皆さんは勝ち抜いた、決勝の、大会を、ここで行うという形になっております。はい、でまた優勝者にはですね、この間バーストちゃんが落としたのは偽物ですが、こちら本物の盾を贈呈したいと思います。はい、ではまずはですね、スイストローの予選4回戦の1回戦のですね、組み合わせを発表したいと思います。でスタッフの指示に従って発表をしてください。ハンドルネームをお伺いしてもよろしいですか？宮本です。宮本さん、今日はどこから？今日は大阪からです。大阪から、はい、はい、岡山代表の大阪です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどんなデッキを使うんでしょうか？今日は、コングラサバ2回です。コングラサバ2回っていうことは花代さん。花代さんです。はい、今日はじゃあどんな作戦で勝っていこうかなって。ですね、うん、サーバントで殴って、うん、殴ってはい、じゃあ今日の意気込みの方お願いします。今日は絶対に、優勝します。優勝して、はい、頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんばんは。こんばんは今日、ハンドルネームの方からお伺いしてもよろしいですか？お名前。チャーチン。チャーチン。チャーチンさん、はい、どこからやってきたんでしょうか？从台湾过来的。はい、今日はどんなデッキを使うんでしょうか？蓝牌的皮鲁鲁克。どんな今日はじゃあ作戦でバトルしようかなっていう感じですか？看情况来学学经应变了。それでは今日の意気込みをお願いします。皆さん頑張れです。はい、じゃあ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ハンドルネームからお聞きしてもよろしいですか？名ハブをハンドルネームミドルネームジンジンさん。ジンさんだそうです。今日はどこから来たんでしょうか？シンガポール。シンガポール、はい、はい、ありがとうございます。今日はどんなルリグを使っていきますか？アンちゃん。はい、おお、それでは今日の意気込みの方をお願いいたします。 I just want to have a good play with everyone. Just have a fun time, like no nothing about like winning, losing, just having a good time with everyone. 何やらアインダガちゃんがたくさん見えておりますけれども、ハンドルネームの方からお聞きしてよろしいですか？はい、清水木と申します。はい、これはこのまま行きますか？取りますか？取っていただいていいですか？取りましょうか。はい、じゃあ、はい、今日はダガちゃんを使うデッキなんでしょうか？何のルリグを使いますか？今日は僕は今日ユズキを使います。ユズキ、黒関係なかったですねはい、じゃあどんな今日は作戦で勝っていこうかなって感じでしょうか？今日は溜めて溜めてのワンショットで。おー、怖いですね。それでは今日の意気込みの方をお願いします。僕ダガが大好きで。ダガが大好きで、はい、とりあえず一区切りとして10枚集めたんですけど、はい、今ここに9枚しかないんですよ。この意味がわかりますか？僕は彼女ともに世界一を取ります。はい、頑張ってください。応援しております。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。実はもう1名ゲストに、来ていただいております。はい、見たことある人いるかもしれないんですが、はい、昨年大会のですね、見事サシェで優勝したマスターさんがですね、本日いらして、いただいております。皆様よろしくお願いします。今日、皆さんのデッキがどんなものかすごい楽しみにしてるんで、ぜひ実況席からちょっと、見させていただくんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。
それでは、ミクロス、ワールドチャンピオンシップ2016決勝大会アウトで、行います。ファーストラウンドでいきますね。3、2、1、はい。おいよいよ準決勝が始まっております。はい、解説席から、はい、ビクロスガールの渡辺琴音とビクロスガールの藤沢ゆりです。はい、そして、前ビクロスカップ優勝者として、うん、本日解説させていただきます、はい、マスターと申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、女の子に囲まれております。そうですね、バトルが両手に花で緊張しておりますがゆっくり話していきましょう、はい、ターンが返ってきてピルルク、はい、ついに4にグロスするところです。これがバーミリオンなのかラムダなのか。気になる、どうだどうだ。青3を払ってラムダですね。ラムダですね、はい、やっぱ今結構主流になっているのはラムダみたいな感じですね、うんうんうん、どうしてもアペックス自体にはその手札を引く能力、はい、手札を確保する能力がないんで、そうなんですよね。エクシード1で結構ここのグロージと引いといてっていうミラーでこう確保して、ね、エクシードをちゃんとっていう形ですよね、はい。スーパーノバ怖いですね。緑子本別さんの方はライフクロスあと2枚、あと2枚ですかね、ですよね、はい、あと2枚、そしてピルルクは3枚ですね。緑子はかなりダメージを受けているので、そうですね、ピルルク側がこのターン結構ダメージを食らったとしても次のターンアペックスに乗ってまた防御を、ね、多分耐えると思うので、はい、そこが防御が固くなってしまうので、そうですね。ただトラッシュにちょっとちらっとリコダスが見えたんで、やっぱ守りも そうですね、あのありましたね、はい、ありましたね。今チラズルズルズルってやってるところ見えました、はい、ちょっとその辺も考えてるのかなといった感じですね。グローなし、グローなしって言いました、ね、これはグローなしで、なるほど、緑子がここで一気にリソースを削りに行きましたね。おエナに先ほど飛んだお先が、多分1枚か2枚ほどあるんで、はい、これからスーパーノヴァを、あ、今見えましたね、ここで、はい、なるほど、上がらずに打って、はい、で次のターンがアペックスに乗らないと防御能力が本当に硬すぎて、ね、もう打てなくなっちゃうから、じゃあここで一旦相手のエナを削り切って、もしくはそのこれを止めるためにはピルク側も、はい、ピルクラムナのエクシードを使ったりっていうことをしないといけないので、ね、そこでエクシードを使わせてアペックスに乗った後のエクシードを防ぐみたいな形です。すごいな、はい、これはなかなか勇気のいっぷりなんで、でもこれでもしかしたら立ち上がってきた可能性がありますね、はい、結構なるほど、ね、はい、緑子側の方、目摘みを出して目摘みが耐性ありますね、はい、で加えてピルルク側が今5枚落とされてリフレッシュされたんで、これでピルク側のになりました。でこれでもうピルクが防ぐにはラムダのエクシードを使わざるを得ないっていう、もう使わせる気満々ですね。いや、今の緑子側のプレイは本当にすごい綺麗な動きでしたね、はい、この人ピルクと戦い慣れてるっていう感じですね。分かってんだぞ、はい、お前の手はだから持ってきたっていう感じが今見えました ね、はい、ね、こっちも興奮してきちゃいましたね、はい、もうすごいもう上がってきましたテンションが、はい、で今、ラムダがたまらずエクシードを使って穂先を凍結させました、ね、はい。で緑子はここ難しいのが1回でもアタックする次のターン、はい、アペックスに乗れる可能性があるの で、 そうです、ね、このままやはりターンエンドしました。なるほど、そうですよね、はい、トラッシュに一応バキュームが、ね、はい、今そうですね、リフレッシュダメージがちょうどバキュームだったんで、はい、うん、これはちょっとありがたい点ではあったのかな、ここからクリーナーを使うことができるんで、うん、まあ、エナも伸ばしやすいから、そうです、ね、ここでピルクが多分このターンエナをいくつ伸ばせるか結構勝負の分かれ目になるので、このままだとエナチャージしたら多分ピルクが1エナしかないので次のターンの攻撃防げないです。
アーツとかはまだお二人とも使ってる状態、ね、ピル、ピルグはまだ何も使っておらず、反応に何があるかな。ミドリコの方が、まあ、ノバを使ったのは見えたんですけど、使ってたアウトオブチョイス、はい、チョイスであの探してきてパーツ揃えてスーパーノバまで持ってた形ですね、うん、まだ残ってるのかアーツがっていう、これは結構ピルグ側が厳しい状況に追い込まれてます、ね、押してますな。かなり悩んでおります ね、 今ね。ピルフ側としてももう多分ここで名を伸ばせないと、うんうん、次のターン仕留められた可能性は非常に高いので、うん、今多分ラムダのエクシードでそのエナを増やすパーツを拾ってくるかすごい考えてます。うーんっていう大きな悩み声が、その気持ちとっても分かる、はい。ピルクが手札潤沢にあるんで、これを使って本当にいかに枝を伸ばすかっていう手段を今考えているところですね。しっかりと効果確認して、はいはい、悩んでおりますね。あ、でも見えるようになったんですけど、ロストレージのプレイは超可愛いですね。めっちゃ可愛いです。もう失礼しました。見えるようになっちゃったから、はい、あ、可愛いなと思って。ちなみに藤沢さんは、はい、あのあストレージの次のルリューで何が一番気になっているのか、ね、ベルセルクしたい。ベルセルクしたい。あ、なんかベルセルクしたい。そうですね、メルちゃん効果はまだ公開されてないですけど、くじでなんかベルセルクっていうのがあるから、もしかしたらベルセルクなんじゃないかと思って、ね、読みですね、はい、アクセもねちょっと楽しそうなので、そうですね、やってみたいなと思ってて、はい、なんか性格的にちょっと、うんうん、そういう戦法好きかなと、はい、ミドリコとかだと結構そういう、もともと緑やっぱ使ってますもんね、はい、そんな感じで緑も好きだし、そのまま延長戦でメルに行こうかなと思って、はい、まあ、緑子に結構動きは近いですもんね。なんか今公開されてるステーキとかもランサーをつけてアタックして、うん、そうですね、緑子使ってる方はすごく使いやすいかもしれないですね、はい、かなと思って私もそれに挑戦してみようと思ってます、はい、リルのオーネストとかでやっぱ効果も強力だったんで、リルのオーネスト、はい、結構強いですよね、あれはやばかった、はい、効果版のもうピーピングみたいな感じがあって、やっぱ戦術がばらされるっていうのは本当見た目以上、うん、やめてよっていうのもありますよね、はい、あとあのトリプルクラッシュ、そうですね、あれは豪快で最終今までにない、アサシンつけてトリプルクラッシュとか言いたいですもん、うん、まあ、あの詳しくはユークロスマガジンをね、ボール5を、ね、そうですね、はい、買って見ていただいてじっくり読んでもらいたいですね。きっとメルちゃんのコイン能力もきっと強力なものだっていう、うん、そうですよ ね、 そうですね、ベットすることによってアーツの能力も上がりますからね。そうですね、はい、これ新しいコインシステムはかなり、アーツもその今まで一つの使い方しかできなかったのがコインを使うと、そうです、ね、なんか2種類目の効果ができたりみたいなことができるんで、結構アーツも新しい強力なアーツが出てくるように思われます、ね、だからちょっと幅広なのかなと思ったんですよね、プレイマットが、あ、なるほど、コイン置くぞお金出しようみたいな、はい、結構もう今までちょっと細かったの で、 そ、 で、ね、それを意識してるのかなと思ったんですけど、違うかもしれないからね個人的な意見だよ。でもコイン置くスペースは確かに欲しいですね。そうですね、はい、お、ラムダ側はとりあえず枝をためることはやっぱりできずに、はい、登りましたね、そうですね、そうですね、モニタリングカメラは1枚のみをチャージしてターンを返しました、ね、あれがエナですね、だ黒1エナの状態で、で緑子側それに対して今グローして回収とエナチャージまで進んだところですね、はい、かなり厳しい状態になってます ね、 そうですね、ピルルク側が、うーん、頑張ってほしいところです、はい、これホークが、これホークにランサーがつくことによってとどめを刺すことができる、とどめを刺す気ですね、で今現状3エナしかないんですが、お、今緑子側のエナは現状3しかないんですが、ベイヤーとホークの能力で5まで届くので、はい、このままだとホークでとどめを刺されてしまうっていう、で今ピルルクはそれに対してちょっと不意打ちのワウワウーンで1エナチャージしたんですけど、残念ながら両方黒で、黒にエナだと打てるはずがない、はい、そしてベイヤーのランサーが通りました、1点目ナチャージで、ホーク効果で1点通りで、1点通ってホーク効果でとどめで決着がつきました、決着つきましたね、はい、という悲しい声が聞こえましたね今。さて決勝に進出したお二人からあのお話を聞きたいと思います。ではまずお名前の方お聞かせ願いますか。ホムケツです。ホムケツさん、はい、今日はどこからいらっしゃったんでしょうか。今日は大阪ですね。大阪から、はい、今の心境の方を伝えていただく、まあ、
一番は嬉しいっていうのと、はい、まあ、ちょっと緊張してますね、やっぱり。これから決勝に行くんですけど、カスタミは何が必要だと思いますか？はい、僕はでもずっとこの緑子のデッキ、うん、なんか3段の時から使って続けてたんで、もうそこからずっと緑子の信者で。やっぱり使い続けることとかによって、はい、まあ、なんか慣れていくっていうのもあるんですかね、うん、そういうのでもやっぱりそれは強さにつながっていくと思うんで、そういうところもあると思います。はい、ではもうこれからもね、私も緑子が好きなんですけれども、緑子の信者の代表として頑張っていただければと思います。決勝頑張ってください。頑張ります。続いて決勝でですね、ホムケツさんと対決なさるもう一人の方を紹介したいと思います。さて、まずお名前の方からお伺いしてもよろしいですか？あ、ハンドルネーム。ハンドルネーム。ああ、米梶です。米梶さん、今日どこからいらっしゃったんでしょうか？今日神奈川の橋本からです。次決勝なんですが、どんな気持ちですか今？いや、正直僕の中では結構満足してるんですけど、ここまで来れると思ってなかったんで。もうこのまま行きたいみたいな。いや、まあここまで来たら行きたいっていうのが本音ですけどね。いや、もう全然ガツンって行っちゃっていいと思います。結構ゆずきも多かったし、花代も多かったので、そこでここまで来てるってことは、ゆずきの中では最強ということになりますよね。言わせてもらえるのであれば、ゆずき全員は僕ですね。いや、もうここでは言っちゃっていいと思います。これだけは、はい、いや大丈夫ですよ。これから決勝に行かれると思うんですけれども、勝つための鍵というか、勝つために何が必要だと思いますか？すいません、まず先行ですね。なるほど、じゃんけんですね。まずじゃんけんですね。やっぱ勝たないと、まあ、ゆずきもそうです、まあ、相手の方もそうですけど、はい、やっぱ勝って先行を取らないと、やはりちょっと難しいっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、相手が何してくるのかわからないですけど、うん、紡ぐか、まあ、呼んで戦うのか、まあ、紡ぐだったらもうまず先行必須なんで、そうですね、紡ぐ前に叩かないと、焼かないとっていうことですね。そうですね、この闘争心というか、はい、そういうものを持ちながら、これからも頑張っていっていただければと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。あ、頑張ります。ありがとうございました。はい、それでは、決勝戦ですね、世界大会決勝戦、2016年のですね、世界大会決勝になります。誰が、優勝して、どのグループが世界一に、選ばれるのか、ぜひその目で見ていただければと思います。では、せっかくなので皆さんと一緒にオープンでいきましょう。いきます、せーの、オープン。はい、スタートです。はい、いよいよ決勝戦が始まりましたね。はい、決勝はですね、ゆずきの方が米梶さんと、はい、対して、旅の群れが使っているのが、はい、ホムケツさんの緑子ですね、うん、もう意外なマッチングになりましたね、決勝は。そうですね、これ2桁いたフィルルクが全ていなくなっちゃいますね。もう本当に駆逐されてしまったというのは結構。いや、まさしくその通りでございます。私気づいたんですけど、はい、もしかしてのヒット A 対決じゃないですか？あ、よく考えた。そうですね、そうですよね。どちらも元ヒット A がヒット A のリーグ、はい、ヒット強いんだなっていうのが、はい、もう一人で多分すごい特訓したんでしょうね。はい、さあ、どちらが勝つのか楽しみですね。はい、これは先行が、緑子側じゃないですね、すいません、ゆずき側の米梶さんですね。先行後行がかなり大事ですね、はい、赤と緑の一緒のやつですね、うん、あ、本当だ、赤と、うん、かなり狂います。リミットが少ないやつだよね、多分。おっと、ゆずき側が、いや、緑子側が、シグニアタックしたことで結構ゆずき側がシグニア並べきれてない状態ですね。ラベースに赤入りましたね、はい、お、エナチャージ。これは結構、うん、先ほどの戦いで、ホムケツさんの緑子は結構速攻型という部分が分かったので、はい、かなり攻撃的、はい、これは結構ホムケツさんにとっては有利な展開と言っていいでしょうね。そう、すごい。あ、でもめくれるやつが結構いい子ですね、はい、うん、そこにいてくれるとすごい助かる。確かに、ベイヤーもいるし、ソウリュウもいるし、はい、選んで回収できます、うん、エナチャージ、マジか、手に持ってるのか、してもう準備しておくという感じですね。かなり手札もいいみたいですね、はい、結構どちらも早いデッキの対決なので、やっぱ先行後攻は結構重要な要素だったんですけど、はい、緑子側が結構、プニトにランサーがつきます。これによってちょっと緑子側の優位では攻撃力がアップですよ、はい、お、通って、これは国党のランサーからそのまま受けましたね、はい、アッパートが見えて、
サーバントヤモリがめくれてマンドロー。マンドローですね。リュウジュウもね、あのバストは結構強い子がいるので、うん、はい、ちょっとドキドキなところあるルフィがアタックも取れましたね、マンドロー。あ、でもさっき手札良くなかったみたいなんでワンドローは嬉しいですね。で, すね、あでも結構引けてますね。これでかなりユズキが4枚を引けて手札は全択になったので、うん、このターン結構攻撃に転じられるかと、ね、ただ難しいのが、先ほども緑子が3ターン目にスーパーノーマンスを見て、はい、ね、僕たちはそれを見てますからね、はい、もう私たちはいつ打つのかっていう、 そうですね、そのタイミングがちょっとドキドキしますね。ゆずきがここで下手にちょっと攻めすぎてしまうと今度次のターン、うん、はい、スーパーノバで殺されかねない、うん、もうゆずきがないのが2しかないので、そうですね、スーパーノバまでつなげられてしまうと苦しい、うん、でもトラッシュに置いていきたい気持ちもありますからね、そうですね、うん、全然溜まってないからまだまだこの段階でめっちゃ打たれるのはきついじゃないかな、はい、とはいえゆずき側もまあ、これがグレーンユズキであれば、はい、グローした時にライフを3点まで回復してこれで安全圏まで持っていけるん で, だこのターンは、まあ、そのターンやられないですからね。だこのターンあくまで攻めすぎずに、なおかつ4以降、はい、不利にならないような攻め方をしないといけないので結構加減が難しいところですね。かなり一手一手が重要になってきますね、はい、でも3の段階でユズキって強いですからね。そうですね、もう主力になっててアパトモン、ウルシャックも出てきます、出てきますね、やっぱり結構がっつり攻めに行こうとします。その段階でも、はい、3のだけ攻める気満々ですね、はい、ここからどうしていくのか、どうなりますかね、そこのウルシャックを呼ぶ手もあるんですが、もしかしたら手札に持ってることとりあえずこのターンはっていうのが、はい、多分米梶さんもそれはなんとなく薄々感づいてると思うので、もしかしたらこのままアタックに行く可能性もあります、ね、ありえますね、はい、無理はせずに計算をしつつ迷ってますね、はい、ここの局面はかなり、あ、はい、このままアタックに入りました。で緑子はどうなるんだ、どうするんだ、3ターン目そのままスーパーの前につなげるのか、それとも守っていくのか、うん、相手受けるか受けるか、ここでもエナもらうには、うん、受けた方がいいのかな。ここで受けるともしパーツが揃っていれば小崎からスーパーの前につなげられるんですが、ただ一つ懸念要素なのが、ゆずき側のバーストが今、バハムートやスバロークみたいな、うん、スバロークじゃない、スパザウルスです、ね、スパザウルス、はいはい、バニッシュするバーストがかなり入っているの で, で、ね、うん、で緑子レベル3の段階だとパワーが1万以下のシグにしか舐められないの で, あそうです、ね、ライフバーストで止まる可能性を考えると、ね、ちょっと緑子側が今この段階でスーパーノーマンにつなげていいのがちょっと悩む可能性はあります。あ、お、通しました。あ、でもうわ、お先がめくれましたね、これはさっきも今もそうですけど、はい、お先すごいめくれますね、はい、しかもちょうどいいタイミングで、そうですよ、1枚多分、ね、ありますよね、さっきもかなりいいタイミングのお先が出ましたもんね、はい、さっきエナゾン1枚あったからこれ2枚入ってるってことですよね、うん、そうですね、もうあとはお先さえあれば準備万端です、ね、準備万端ですよ、はい、ただ悩んでます、あ、しましたね、そうですね、あ、でも、あ、そうか、小先がね、そうですね、そこにいらっしゃるから、プニ島でデッキトップをチェックしていたの で, そ, で, で、ね、それをエナに飛ばすかどうか今考えてたと思うんですね、うん、お、考えてますね、で米梶さんもさすがにちょっと状況の危うさに感づいてちょっと殴るのを考えているところです ね, ですね、これはでも本当にあと数ターンで決着がつく、かなり超短期決戦になりそうです、ね、こんな早く決まって良いのか、昨日決戦もうちょっと目離せないですよ、続いてもいいんだよ、はい、いやでもこの速さは結構今の環境を再現しているというか、うん、そうですね、はい、本当にレベル5になるユズキは、あ、レベル5になるデッキは、はい、防御性能が高いんで、うん、まあ、それに対抗するためにやっぱ速い形の緑子とか、あと止め系の、そうですね、今日も花用の2回が多かったですし、うん、多かったですね、はい、もう登る前に倒す、はい、もしくは本当に強いアペックスを使うみたいな、うん、その結構両極化してるっていう感じですね、それは今ありますね、はい、米梶さんはなんか紡がれたらどうしようみたいなことを言ってた、あ、そうですね、なるほど、もしかしたら緑子なのを感づいてらっしゃるのかもしれないんですけど、はい、その話を聞いたら紡ぐ前にも焼いちゃわないぞ、ね、みたいなことは言ってたので、はい、覚悟はしてるんだと思うんですけど、はい、それ以上に相手が結構早い、そうですね本当に展開が多分それで結構殴っていったんでしょう、米梶さんも親なんかレベル5シグニが見えないぞみたいな、なんか違くないかちょっと今そこに危ないかも、気づき始めてるかもしれないです、ストップでしたね、
やっぱ緑川はそういう意味でも今どちらの形か読めないのが、そうですね、本当に途中まで分かんないですもんね、はい、もしかしたらプランが 2,3 個あるのかもしれない、そうですね、バーストから何かめくれない限りは、はい、そうですね、ここでなんかバハムートとか ね眠ってるとちょっと、うん、みたいな。ここ数週間で実は、はい、関西の方のミクロスパーティースペシャルで結構植物の形の緑子の結果を残していまして、多色のゴーシャーグネスと、あと死神石とかヤシを使ってエナを伸ばして、あれもまた強いですね、はい、あれは確かに私も使ってますけど、はい、強いです、うん、本当に今はやっぱユズキもそうですし、うん、やっぱグロー最初のレベル0ルールが見えた段階では結構デッキが分からないっていうのが、どれか分かんないですからね、はい、なんかもうゼロ花よ一花よあゆずきみたいな、はい、そうですね、騙される時ある、私もある、あれみたいなえちょっとっていう、どうなりました、ホムケツさん、スーパーノバーのプランは取らずに今プニ島で、はい、まずで、ね、サーバント D3 をめくってエナチャージで、もう一体のプニ島が今 T3 をめくってランサーを付与したのです、ね、ランサーですね、というわけで今、総竜とプニ島に1体ずつランサーがついて、うん、これでもうライフをゼロにしたいって構え、使いましたね、でそれに対して、ヨネカジさんは EG2 ダンスを使い、赤に入れてるのか、エナを残しながら、あそうですね、いやでも今ユズキはやっぱり防御力を確保するために、その攻めの力はかなり足りてるじゃないですか、はい、だから防御力を確保するために結構イージルナースを入れてる方は多いですね、でも2体弾は強いですね、ランサー部分とダウンしましたね、はい、でもプニトーすごいよく当たるなそうですね、かなり多分デッキの配分を考えてるのかなっていうのありますね、じゃあ1はギリギリとか、あ本当だ、あ実際1の数は結構10枚前後に抑えて、少ない、はい、でも確実に、はい、チャージか、まあ、イケてランサーで、そうですね、まあ、手に入ったらいい、はい、みたいな、かなり調整されてますね、実は多分1を減らしている理由にはその速攻デッキなんで、序盤ダメージを食らったらこちらもスーパーノバで、うん、はい、速攻巻き返せるという特徴があるので、受けてエナーを貯めて、はい、ということなんですね、エイジルナスでプニ島と僧侶をダウンし2ドローを選択しました、はい、うん、ということはこれは次のタグローをするのはグレインユズキということですね、はい、場のサーバントをチャージして、うん、チャージしてそのままグローですね、グレインユズキで1点回復、1点回復、これでユズキは再び安全圏に入ったので、うん、これがもうわけわかんないから強いですね、負けないって何、はい、みたいないやでも後々のために狙うよ狙うよみたいな、ね、気持ちではあるんですけど、少しずつ削らないといけないのがそうってなるときありますよね、これでかなり試合は、はい、結構花鳥風月のゆずきがすごい早くて、ね、今日も多かったですね、結構一月前ぐらいまでは結構花鳥風月ゆずきがもう大半を占めてた状況だったんですけど、もう俺メインフェイスに負けちゃう、そうですね、銃声でのとどめは今日も実は当たってやられました、はい、私も食らわせされました、ね、今日私たちは銃声に負ける、銃殺された方々がたくさんいらっしゃる、ボコボコにされました泣きましただからそこから見るとちょっとグレンかって思って、うん、はい、こっちも強いですね、はい、やっぱり実は今やっぱピルルクの硬さみたいなのにちょっとユズキの花鳥風月だけだと追いつききれなくなったりっていうのが、ピルルク側も結構防御に硬い構築を目指してきたり、あとやっぱグレンだったり碁に乗ったりみたいな形の方が、うん、ミクロスもアーツ優秀なのがとても増えてきたんで、そうですね、やっぱ何を入れてるか分かんないですもんね、それこそ本当に僕去年のミクロスカップぐらいまではまあ結構アーツも何が入ってるのかなんとなく予想がついたんですけど、そうですよね、予想ついたけど今全然つかないですよね、特にここ数段で強力なアーツがもう毎段2枚3枚と出てきてあれみたいな、選択がやっぱ取れるアーツが多いのは嬉しいですけど ね、はい、ね、おスバローを出してこれで緑子側のエナー確保を形成してきましたね、しましたね、はい、今ちょうど7枚なんで増えたら、そうですね、ここからアタック中の増やせないですね、はい、確認してる確認してる、うん、ふむふむしてる、同時にライフバースト確認ですね、特にスーパーノバでどこまで生きていられるのかを確認するのはもうめちゃくちゃ大事、出てくる可能性がありますからね、そうですね、
確認してる8枚以上今7だから1個でもバニッシュされても、はい、そうですよね、辛い盤面ですね。これはかなり伊豆木側が、これまだ緑子の方3ですよね。はい、あと音がしよくて、あ、オルシャックみたいな完全なの構成に入りましたね。燃えてる燃えてる。しかもキラッキラ光ってる。輝いてますね、シークレット2種が輝いてます。そして何枚だ。10枚もちろんありますね。ですよね、綺麗に揃えてきましたね。、はい、そしてここ婦人的にはこんな感じですよね、はい、もう理想のここで完璧な婦人が揃ってますね。ということを、え、ちょっと緑子がやはりデッキ枚数を確認して、これは先ほど見たリフレッシュから1点減らしてとどめのパターンをちょっと狙ってるんでしょうね。特にやっぱウィグロスは殴る殴らないの選択肢で本当にゲームの半分以上が決まると言っても過言じゃないので、ここでな、与えたくない、与えていいのかっていう迷いがかなり重要なので、本当にただ殴ればいいというわけではなくて、相手に名をいくつまで与えていいのかっていうのを考えながら、相手にと叩きたくなる気持ちはありますね。見事に空いてると、いや、よくないんだけどさ、でもここ空いてるしさ、みたいな。次のターンでリフレッシュ入るとかで1点めくるタイミングだともうアタックしないっていう手が正解ですよね。そういうの大事ですね。コムケツさん側がニコス払って、はい、暴風警報を起動しました。で、スバローグが起動して1体バニッシュ、はい、で攻撃は無効になりました。でボールシャックも起動してバニッシュして、ダメ攻撃は無効になりました。でここがバニッシュだけの袋がこの時点で8エナになったので、8エナだからお先が焼かれてしまいましたね。これは苦しい、ダブルクラッシュですね、はい、バーストないやつがまず置かれるんですよ。でバーストがあるやつはチェックゾーンに置かれて、チェックその処理が終わった後に置かれる。処理の確認をされてます。なるほど。だからまず僧侶が置かれた時点で、僧侶が置かれた時点で先に1エナ奪い、生地が送られ、そこでスバロークがもう1枚焼く、はい、これ何を焼くかな。これ緑子がかなり苦しいですね。今尾崎がもう2体とも行ってしまったので、しまったさようならしちゃった、はい、かなり辛いですね。スーパーノバへの道のりが遠くなってしまったので、ここから多分ランサーで地道にエナを増やしつつ、そうですね、そこからうまく知識権まで持っていかないといけないので、頑張れ、レイヤーが焼かれ、美味しい子たちが焼かれていく。これはそうですね、次のターンの緑子の回収、回収要素が防ぐためのレイヤー焼きですね。いやーすごいですね。そうですね、お互いもう本当にかなり熟知してる、はい、相手のやりたいことを潰していってるって感じですね。ゴーシュアグネスでも焼けないし、ちょっと微妙なところに1万2000バニッシュも効かないみたいな、絶妙なパワーラインがスバロークの、さっきあんな前にいるよと思って、はい、パワーを確認してて1万4000ですって言われた瞬間にアーツうーんってなったもんね、はい、もしかしたら何か除去をするアーツが入ってたかもしれない、ね、あったのかもしれないですけど、だいたい1万2000くらいがね、だいたいですからね、はい、まだまだライフが残り2と3ですね、はい、本当にバースト大事。そうですね、そこでかなり変わってきますか。生地2枚と、小先を回収しましたね、はい、あでも結構これはどう動いてくるんですかね。小先を回収したのはそうですね、実は先ほど一連卓章を準決勝で打たれていたので、はい、そうですね、もしかしたら多分デッキに、うん、小先がまだ2枚残っているとしたら、そこからもしかしたら今何かプランをつなげようとしているのかもしれないですね、うんうん、まだ生地ティクダは今潤沢にあるので、はい、そこから生地でどんどんエナに変換して、あ、なるほど、え、でもエクシードも使ってないですかね、そうですね、まだ、はい、だからそこで1エナチャージも含めつつ、まだまだ動く手段はありますね、はい、まあ、探してきて2枚で、あ、お、鉢をひねってフォークがめくれて成功しました。これはいい、あ、そうですね、とどめに使うのにとても優秀な仕組みになる、ね、うん、1エナチャージでサーバントを打つ、はい、生地で2エナチャージ入ります。お、増える、これマルチエナが結構、ね、マルチエナが2枚かな、はい、で小さいいですね、小先どう、はい、すごい、あのすごいバーバブーンが欲しくなるとき、はい、気持ち上がります。これで好きな読んできましたね、アウトオブチョイスで、お先をここにいなければ中にいるってこと、ね、ついでに今バーストをチェックしてるのかな、うん、あ、なるほど、はい、
でお先を2枚エナチャージしました。しっかりといてくれましたね、はい、でカットで、うん、わあもうドッキドキですよ、はい、今ここで埋まってたらどうしようみたいなのもありましたね。デッキの中身をまだ確認してなかったので結構多分そうですよ、ね、もそこがホムケツさんもそこが怖くて今、うん、アウトオブチョイスまで考えたんです。どうしようっていう感じでした、ね、生地のもう1枚を出し2エナチャージ、あ、ホクかな、これでジャスト7エナですね、はい、7エナそこからそして準備は万端、万端ですね。いやでも結構ここまで来るのにきつかったですからね、はい、あとやはりグレーン柚木の効果でこのターン中に絶対とどめをさせないのが一番苦しいですね。させないのが辛いですよね。そうなってくるともうほとんどレベル5に乗られることは確定なので、はい、でもここの段階でもうやっとかないと、はい、どうしようもないんで、どうしようもないですね、はい、ホムケツさんはたまらずスーパーノヴァをしました。はい、ここでスーパーノヴァですね。お先に対応6コストとして小先の方が払い、はい、よしよし6エナでスーパーノヴァ、うん、これはマスターさんの予想通りな展開でしたね。そうですね、はい、でもまだ3つある、そうして死なない。これでアタックに入りました。ゲームは終わらないんです。これではこれで終わらないんです。そうですね、まだ終わらないんです。切ない。ホムケツさんがもう実はもうライフクロスが2枚しかないということで、そうですね、そこはもう詰めとかなきゃいけないっていうのはあるのかもしれない、はい、そしてここ1回でも投げるともう新柚木に乗られてしまうエナを与えることになるので、うん、そうですね、おトラッシュしてベイヤー、あ、なるほど、これでエナチャージをして次の防御のエナを確保しようという、あ、でもまだ防御圧ボフしか使ってないですね。そうですね、そうですね、ここで終わるはずがないと信じてます。はい、しかし今スーパーノヴァとアウトオブチョイスでもう2枚使ってしまって残り圧が2枚ですね。ホムケツさんがここはアタックしていくと、ヤモリがめくれてワンドロー、ワンドローでしたね。でベイヤーの効果で1エナチャージが入りました。ここまでですね。いや本当に絶妙な引き方だと思います。これ以上与えるとそうですね、ゆずき側がこれは、しかしこれホムケツさん側が防御圧を打てるかどうか結構微妙なところですね。緑に見えなだともう登ってきましたね、ましたね、光り輝いております。そしてホムケツさん側に残された2エナが、はい、を焼く、ね、焼くエナがない、焼くためのエナコストがないので、うん、そうですね、乗っただけで、はい、っていうのができないですからね。あ、ドラコレックスが、トップヤモリで成功して1エナたまりました、はい、これはリムーブして、どういう手札なんだろう。手札がかなりすごい潤沢になってると、はい、3目揃っちゃうとちょっときついかもしれないですもんね、はい、今これトラッシュに送ったってことは本当にエナを貯めつつ、うん、もう攻めの布陣が手札に整ってるということですね、うん、あーどうなんだ、うん、怖い。ロストレージの方見えるようになったよ。そういえば渡辺さんがロストレージ注目料理をお聞きしてなかったですね。私はナナシちゃんがもう使いたくて仕方ないです。もうナナシちゃんはなんか噂によると一番人気と思って、はい、あ、そうなんですね。アーヤじゃないの。アーヤもでも使いたくて、あ、でもトラップ世界とか、あの使ってみたいものは何ですか。あの使ってみたい能力というか、はい、何かというとトラップかもしれないですけど、うん、あ、そうですね、アーヤちゃんはやっぱ私も使いたいって言われたら伏せたりして、はい、単位のしたいですね。好みで言うとナナシちゃんなのかな、はい。ナナシちゃんは僕の周りも結構好きだなって言って、いやもう大好きですね、はい、またあのデッキタイプもミュウちゃんとやっぱ似てる部分もあって、自分的には使いやすいかなっていうのもあるんで、お二人とももう自身で使えてる部分に一番近い、慣れてるとこ慣れてるとこ、はい、絡みがちで、そうですね、そこからやっぱ相手に使われて、あ、こんなデッキなんだっていうのを学んでから、うん、そうですよね、次に手を広げるっていうのもいいかもしれないですね、うん、でも結構リルとかのブユーのライズっていう新しいやっぱシステムが入ったんで、はい、そういうのも気になりますね。あ、そうですね、うん、スパザウルス、まず1連卓章の効果でマルチエナと、はい、緑エナを1枚確保し、うん、こうやってスパザウルスで今2エナチャージがありました。かなりエナが伸びましたね。そうですね、ここでアウトオブチョイスを使ってエナを貯めてきたということはかなり次のターンの防御の布陣もしくはこのターンのコーヒーの布陣を考えて、いる、バハムートにボルシャックが出てきましたね。これやっぱり手札良かった。そうですね、そしてここでグレーンユズキがとどめの
例の圧を打つか、例の圧を打つか考えているところですね。どうする？あでもあおなんか心の準備がこちらの。そうですね。ここを爪の一手として使うのか。でもここで決めてしまいたいのは、そうですね、あるかもしれない。よきよき考えろ考えろ考えてますね。今考えますという言葉が、この道で何か本当に全てが変わってしまうかもしれない。そうですね、かなり大事な選択になりますね、はい、一手一手でね変わってきますからね。逆にここでアーツを使ってしまうということは、はい、どうするどうする水木はもう防御が次取れるかどうかわからないという状況なので、あなるほど、はい、もうそうですね、緑子側のバーストとちょっと防御圧次第で結構、はい、変わってくるので、ここで攻めに行くのか、それとももう一旦耐えて詰め切るのかを今考えているという感じですね。アーツや守りのものを考えてますね。もう米梶さんとしては多分このターン割ともう決着をつけるつもりで、詰めですよ、今本当にそれをやっていいのかどうか最後の決断をしているという感じですよね。なるほど、ここはスパザウルスの機動能力ですね。スパザウルスの機動能力で、緑2エナの状況を1緑1エナまで減らして、暴風警報2枚目の可能性を消しましたね。なくしてこのままアタックに入りました、ね、そしてこのダブルクラッシュバーストはめくれ、ワンダロー除去バーストはめくれませんでした。ボルシャックでバニッシュしてダメージが通りました。お米梶さんの勝利です。水木の米梶さんの勝利ですね。ついに決まりました。新グリグはアーヤ、アーヤみたいな、もう今